はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回は、レインボーシックスシージのカジュアルマルチプレイ、オレゴンでエリア確保。盾でも、今回は使っていこうと思います。で盾が今使えるのが、現状をアンロックしているのが攻撃側のフューズしかいないので、フューズをパッと取って、で、バリスティックシールドで、ハンドガンは PMM 使ってこう、ブリーチングチャージで、これで OK。よし、偵察。夜か。ここは建物をどうだったっけな、2つあるんだっけな、1つだっけな。おっと、よくやった。バイオハザードブリッジ、そこですか。ちょっと待ってよ、どっかテーブル、テーブル。あ、これじゃバレるな、これじゃバレるな。どっかいいとこ。あ、ここの勝ったら何も見えないな。よっ、あーあかん、失礼しました。あ、ダメだ、これ電気鉄線だ。突入5秒前。お、これは味方どこにいるんだ。バイオハザード物質の場所に向かい、さあこれが盾。正直盾の完璧な使い方をまだよく分かってないけど、この人も盾、まあ真正面に持っていればきっと防いではくれるでしょう、ある程度の銃弾を。とりあえずどうしようかな、とりあえずドローンだ。ドローンレディ。正面大丈夫？大丈夫だね。鉄線がある。正面は大丈夫。というか盾だからね、敵と出くわしても敵が引いてくれることを願いたい。味方一人やった。敵に発見。おっと、こっちから来そうで怖いんだけど、足打つなよ、これでも食らえ。ノーヒット。あ、こっち外か。うん、どうしようか。あ、ドローン壊されてる。確保だよな、エリア確保。ちょっと顔出してみるか。あ、このさらに先か。進めないな、今の所持品じゃ。これトラップ、肩やられた。新しいドアを作ろうとしよう。こっち開いてないもんね。あ、そこほんのちょっと開いてる。できた、脅威を。見えない、味方入った。危ない、まずいまずいまずい、ガスだ。お、そこ開けちゃう。さあ仲間入ってる。よし、やった。縦ダブル強いなこれ、いいね。さあまだいる、そこに。よし、オッケー、縦ダブル強いな。ミッション完了だ。キルカミがちゃんと映ってないけど。さあ攻撃取れたのは大きい。さあ防衛、防衛は盾使えるの今いなかったはずだから。あ、でも新兵なら使えるのか。どう、うん、どうしよう。この辺も早く開けていきたいけど、ターチャンカーでも使っていこう。できた。味方に新兵が2人いるんだけど、二人ともランクは低い人ではなかったはず。あえて新兵を使ってんのかな。補強してる。とりあえず LMG をどっか、この辺補強しようか。補強しなくて大丈夫。なら、よいしょ。ここに置いておいて、こっち思いっきり、鉄
線置きまくって来させないようにする。10秒。あ、じゃあ邪魔だらけだな。残り5秒。こっち閉じ、危ない。閉じて、閉じて良さそうなところは閉じちゃおう。ここ壁補強する必要ないのか。どこある？ここしとくか。これ上にいるのか。特殊爆薬をあるが持ってたらここ割られちゃうな。LMGスタンバイ。おっと、フレンドリーファイアしたら怖いから近づかないでおこう。あ、入ってきてるのかこれ。どこだ。おお、味方が爆薬で2人やった。あ、強いね。あと1人。どこだ。この辺じゃない。おっと、あっちか。トラップがある。あ、味方の、あ、そっか、味方のガジェットが。下だったよな。仲間か。仲間の足音と、おっと、どこブリーチングチャージしたんだ。戻るか。味方がスポット。おお、やった。味方が強い。ミッション成功だ。おお、ゆっくり入ってきてた。さあ早速あと1点。盾が欲しい。盾ゲット。ハンドガン、高い威力ならこっち使うか。 PMM。 バイオハザード物質を見つけろ。よし、物質。とりあえず下行くか。下ではない。おっと、おっと、近いぞ。違う、あれ、電気鉄線があった。あら、あ、壊されたけど発見。あ、うまいな、うまいな、ドローンの操作。逃げた。さてシールド部隊行きます。このもう一人のシールドの人と。上げてみる。盾だからね、そんな神経質にならなくても。いいと思うんだけど。部屋の安全を、容器の確保を中断しろ。入ってる。やった。これ来るんじゃないの。あー、やられた。
やられたけど勝っちゃった。よし、容器を確保した。味方強い。敵の侵入を妨げることができた。それで完全勝利。というわけでエリア確保、シールドをちょっと使ってみました。もうちょっと別の陛下をアンロックしていろんなものを使っていこう。まだまだアンロックしてないのあるからね。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。